そこのお姉さんたち、一言言わせてもらっていいですか？太ももふわっと。皆さんこんにちは、アストです。今回さっくり紹介していくエッチな同人ゲームはこちら、スーパーパンチボーイ。このゲームは以前紹介したゲームマインズカナリアと同じサークル、イクセス M さんが制作された新作アクションゲーム。今作はエッチで卑怯なお姉さんたちと戦うボクシングゲームとなっております。ストーリーは、女だらけの監獄に捕らえられてしまった主人公が、脱出のためにボクシングで戦うといった感じですね。まあ、一応過去作スマッシュボーイというゲームと同じキャラクターが主人公なのですが、まあ、スマッシュボーイを遊んでいなくても十分に遊べるストーリーになっていると思いますよ。まあ、もちろんこちらのスマッシュボーイもとても面白いアクションゲームなので、気になった方こちらも遊んでみてくださいね。スーパーパンチボーイの話に戻りますが、今作はボクシングゲームとなっているわけですが、卑怯なお姉さんたちにとってボクシングのルールなど関係なし、もう大勢で戦ってきたり、もうあの手この手やら色仕掛けでもうやりたい放題してくるわけですね。まあ、私としてはお姉さんたちに罵倒され、一方的に責められるシチュエーションがエッチ。ゲームのアクションはパンチで攻撃して敵の攻撃を回避またはガードして、チャンスゲージを貯めることで強力な一撃を叩き込むといった感じで、まあ序盤はなかなか堅実な立ち回りを要求されるゲームかなといった印象なんですが、まあだんだんスキルが解放されていくことで、最終的にはとても爽快感のある戦闘が楽しめるゲームになっていましたね。操作方法はこんな感じ。まあ、基本はマウスとキーボード操作となっております。まあ、コントローラーの操作にも対応していましたね。そしてこのゲーム、なんとマウスのみでの操作にも対応しているんですね。まあ、各種 UI をクリックすることでマウスのみで手軽にプレイすることも可能という、もうとても親切な設計になっているんですよね。ここのサークルさんの出すゲームはいつも片手でも遊べるようにとても親切な設計にされているのが素晴らしいと思うんですよね。なぜかって、そりゃもちろん左手が忙しいシーンでも安心だからね。